神奈川県知事選に立候補している黒岩祐治知事と不倫関係にあったのは都内在住の A 子さん。不倫を裏付けるメール画像。 A 子の料理ってどんなかな。アワビにバナナを刺したやつとか、桃にキュウリを刺したやつとか、とにかく何でも刺す。そんな超下品なメニューしか想像できないよん。まともな料理ができるんなら一度お試しコースを企画しなくちゃね。レントゲンを取る技師さんたちなんだけど、医療の世界じゃ日陰者扱い。だからこそすごいエネルギーが溜まってるって感じたよ。 A 氏は日陰者じゃないけど、いつもすごいエネルギー溜まってるし感じやすいよな。 X 線でも当てたろか。何セックス線だって。バッカー、また行っちゃった。何また行っちゃった。本番前の本番。バッカー、生放送前の生だよ。ニュルニュル。微調。ドキュン。2009年頃になると、黒岩氏は A 子さんに新たなプレイを要求するようになる。A 子さんにアダルトビデオの購入を求めていたのだ。10時頃にはなるけど、飯とビールをよろしく。それと新作もね。A 子さんが母親の具合が悪く看病していて買い忘れた旨の返信をすると、黒岩氏はこう返すのだった。前から発注しとけ。言うてるやないか、ママが具合悪い時にエッチビデオは買えへんてか。エッチビデオは無理でもエッチはできるっちゅうんかい。だが2011年、黒岩氏の態度は豹変し、二人の関係は完全に終焉を迎えた。黒岩氏に事実関係の確認を求めたところ、主に以下のように回答した。 A 子さんと男女関係にあったことは事実です。12年前に急に知事選挙に出馬することとなり、公職に就く以上身を正さなければならないと考え、 A 子さんに説明し男女関係を断ちました。私の行いにより A 子さんも家内も傷つけることとなり、改めてお詫びしますとともに深く反省しております。県知事選では優しい社会を作りたいと訴え、子ども政策や女性政策にも力を注ぐ黒岩氏。その言葉を実行に移すことができるのか、今後政治や行政の場で問われてくることになります。